またまたヒーローアバターカードを作りました。前回はナメックアバターのバーサーカータイプを作りましたけれども、今回はですね、エリートタイプ、初めてエリートタイプを作ってみました。これはですね、春のヒーローズ仲間の同級生のお友達がいるんですけれども、その彼に使ってもらおうと思って作ってみました。元の絵になったのがこちらです。こちらのイラストは前回同様、スーパードラゴンボールヒーローズの公式サイトの中にありますヒーローアバターとはというところにある画像ですね。このイラストを見れば分かる通り、この袖先からですね、指先にかけての部分が、吹き出しでちょっと今隠れちゃってますね。で、まあこの部分はですね、指先からこう気弾が出るような、気を溜めてるようなイメージの今回は構図にしたいと思ってますので、まあ隠れちゃう部分ではあるんですけれども、一応この指先までね、一回描いてみたいと思います。描き足してみたいと思います。それから今回ちょっとこの洋服のですね、真ん中の、下の方ですね、ちょっとこの赤い色がですね、ちょっと嫌だったんで、これもちょっとカラーチェンジして、根茎の色に変えてあります。今回のメインのイラストの大きく変えた点というのはこの2点ぐらいですかね。前回みたいにですね、ゼノ化したりダークドラゴンボールを埋め込んだりというのはちょっとキャラクター的に似合わなかったので、それはやめときました。その処理を施した画像がこちらです。こんな感じですね。そして前回同様ですね、周りにちょっと木のメラメラ感を出すようなですね、縁取りをしたいと思います。その縁取った感じがこちらです。はい、そしてこれを背景に乗せまして、得意のなんちゃって白星をしたカードがこちらになります。いかがでしょうか。今回はですね、エリートタイプということもあって、ちょっと爽やかなイメージにしましたね。前回までちょっとこのおどろおどろしい感じのね、ちょっと怖そうな雰囲気を醸し出してましたけれども、今回はちょっとね、爽やか路線で作ってみました。今回初めてね、こういう気弾を放つ前の気を溜めてるような状態ですかね、ちょっとこういう構図にチャレンジしてみましたけれども、いかがでしょうかね。はい、というわけで今回は新しいアバターカードのオリカを作ったよという動画でした。気に入ってくれるといいけどね。